ため息作品70は、エドワード・エルガーが作曲した、弦楽合奏とハープ、オルガンのための楽曲。第一次世界大戦の開戦直前に作曲された。エルガーはもともと、愛の挨拶とタイになるようなバイオリンとピアノのための楽曲を作曲し、愛のため息という表題とすることを構想していた。しかし、作曲の最中に曲がより情熱的なものであることに気づき、 イタリア語で、ため息を意味する、ソスピーリと名付けることにした。初演は1914年8月15日、ヘンリーウッドの指揮によりロンドンのクイーンズホールで行われた。曲は、エルガーの長年の友人であったバイオリニストの、ウィリアム・ヘンリー・リードへと検定されている。アダージョ4、4拍子に単調に小節の導入に続き、第一バイオリンによって物悲しいフレイ1の旋律が、 奏でられる。フレイ1もう一つの主題は、広い音域を行き来する、より熱を帯びたもの。フレイ2フレイ1が1オクターブ低く再現し、最後は、ピアニッシッシッシモデー、蝶々の響きの中に消えるように終わる。演奏時間は、約5分。注釈出典。ありがとうございます。